CF 部材や J214947.2 から4308.9とは地球から見て水亀座の方向に約130光年離れた位置にある惑星質量天体である。観測結果に基づけばこの天体は特定の構成を好転しない自由浮遊惑星である可能性が最も高い。名称が長いので しばしば CF 部材屋2149から0403、または CF 部材屋2149と略される。以下の説明では CF 部材屋2149を名称として用いる。メディアを再生する CF 部材屋 J214947.2 から4308.9の創造図。CF 部材屋2149は質量が 木星の4倍から7倍しかない極めて軽い天体である。この質量は、恒星や褐色矮星の中心核に見られる水素や重水素の核融合を起こすには足りない。またこの質量は、褐色矮星の加減と考えられている木星質量の13倍よりも十分に小さい。このため、CF ブザイヤー2149は、 褐色矮星というよりは木星型惑星に近い性質を持つと考えられている。また、CF 部材屋2149は約87%の確率でカジキザ AB 運動星団と呼ばれる星団に属していると考えられているが、CF 部材屋2149の近くには仮に存在すれば明るく見えるはずの構成が存在しなかった。このため、 CF ブザイヤ2149は何か特定の恒星の周辺を公転しておらず、単独で銀河系を公転していると考えられている。CF ブザイヤ2149のような質量が惑星程度であり、どの恒星とも重力的に結合していない天体は自由浮遊惑星と呼ばれている。しかし、CF ブザイヤ2149は約摂氏400度と低温ながら、 スペクトル分類としては、褐色矮星に分類される T7 型程度の表面温度を持つ。これは、CF 部材や2149が、自身の重力によってわずかながら収縮することによって、小ズルケルビンヘルムホルツ気構による放熱であるか、CF 部材や2149が生成された初期に、わずかに起こった、重水素の核融合の予熱によるものと、考えられている。 この温度は発見されている自由浮遊惑星と見られる天体の中でもかなり低い部類である。近くに恒星が存在しないために反射光がなく冷たい天体であるため CF 部材や2149を観測できるのは自身が放出している弱い赤外線のみである。遠赤外線は地球の大気によって吸収されるため近赤外線による 疑似カラー画像では青色に着色されている。もし肉眼で見た場合には、極めて暗い赤色の天体に見えるはずである。CF 部材や2149の年齢は、単独の観測結果とコンピューターシミュレーションによれば2000万年から2億年で、あるが、カジキザ AB 運動星団に属していれば5000万年から1億2000万年で、あると推定されている。自由浮遊惑星の多くが、 数百万年から一千万年程度の若い年齢であることを考慮すれば、この年齢はかなり古い。CF ブザイヤ2149は、分光観測によって水とメタンの吸収線が発見されており、これらの成分を含む大気を持つと考えられている。CF ブザイヤ2149は、地球から117光年から143光年。 あるいは82光年から163光年離れた位置にあると考えられている。この距離は観測データに不確かさが多く、また褐色矮星の可能性が高いユグップス0722から05を除けば PSOJ318.5338 から22.8603に次いで地球に近い位置にある自由浮遊惑星である。 c f b ザイヤ2 1 4 9は、カジキザエビ運動星団という星団に属しており、この星団にある約30個の構成と同じ方向に運動している。c f b ザイヤ2 1 4 9は、最初に発見された自由浮遊惑星である s オリ7 0などと異なり、星団の中でも星形成が起こっている場所の近くにはない。このようなケースは、 CF 部材や2149が初めてである。このことは CF 部材や2149が惑星である可能性をより強める。自由浮遊惑星の誕生には二通りのタイプがあり、もともと恒星系に属していた普通の惑星であったものが惑星同士や近くを通過した恒星による重力相互作用によって惑星系から弾き出されて宇宙空間をさまようタイプのものと、 構成のように、分子雲の重力的収縮によって単独で誕生するタイプのものとがある。近くで星形成が起こっていないことは、CF 部材や2149が惑星系において誕生し、その後惑星系から弾き出されたタイプの惑星である可能性が高いことを示す。逆に、重力的収縮によって単独で誕生した場合には、惑星とみなされない場合もある。 CF 部材や2149の近くに恒星が存在しないことは弱い光しか放出しない CF 部材や2149の詳細な観測には都合が良く、また他の天体による重力的な影響の有無を調べることで CF 部材や2149が本当に単独の天体であるかを決定するのに役に立つ CF 部材や2149は2012年に カナダ・フランス褐色外星サーベイによって発見され、同年10月14日に論文が掲載された。研究チームは、超大型望遠鏡 VLT による天体の観測データを2011年2月17日に運用が終了した広域赤外線探査衛星の観測データと比較し、CF ブザイア2149を発見した。CF ブザイア2149は、 戦術の通り極めて軽く、特定の構成の重力にとらわれていない天体であることから自由浮遊惑星である可能性が最も高い。CF ザイヤ2149についての論文及びそれに基づいた報道もこれらに準ずる用語を使用している。ただし、自由浮遊惑星という用語はまだ天文学の用語として完全に定義されたものではなく、 また、天文学者の意見の一致を見ていない。質量だけを問題にすれば、褐色矮星ではなく、惑星程度の質量を持つため、このような天体は、惑星質量天体と呼ばれている。また、CF 部材や2149が、もし原始惑星系円盤の周辺部から生じた、ものではなく、分子雲の自己収縮によって単独で誕生した、場合は純褐色矮星と呼ばれる。 ただしこれらの用語も仮の定義に基づいている。惑星の本来の意味は、天球上のある一点にとどまらずうろうろと位置を変える。天体をギリシャ語で、惑っている星を意味する、パイラムダアルファーニュータウイートから名付けたものである。宇宙空間を惑っている天体である、自由浮遊惑星は、語源からすれば、より惑星に近い天体である。ありがとうございます。